皆さんこんにちは。僕は浜場家の体を目指す筋トレ大学生です。今日は僕のモーニングルーティンを紹介します。まず朝4時に起きて軽くご飯を食べてジムに行く準備をしていきます。昨日は久しぶりに雪が降ったみたいでチャリがすごいことになってました。そしてジムに着くとやはりこの時間は人がいません。ということで今日は僕一人で寂しく胸トレです。デグラインでフライをししんどくなったらそのままプレスを行っていきます。その後は荷重をしてリップスで下部を追い込み、最後はケーブルで胸トレを締めていきます。筋トレ後の体はこんな感じで以前よりも絞れてきました。と言ってもまだまだ腹筋が隠れているのでもっと頑張りたいと思います。それ後はジムのお風呂に入って家に帰るとしっかり朝ごはん食べます。その後少し休憩をして読書をし、明日の卒研発表の練習をしていきます。これから卒業研究の発表を始めていきたいと思います。その後は有酸素運動をしに外へ出かけます。今日の景色がめちゃくちゃ綺麗でした。家に帰ると8時半ぐらいで学校に行く準備をして家を出ます。これが僕のモーニングルーティーンです。最後までご視聴ありがとうございました。